お前なんでこんなとこまでついてくんだよ。ひろあき、携帯に連絡しても出てくれないから、結婚式場の人見のことも話したかったし。まだわかんねえかな。え、俺あの女と付き合うことにしたから。じゃあな。待って、私にはひろあきしかいないの。お前うるせえんだよ。お前の顔見てるとイライラすんだよ。顔見てるとイライラすんだよ。この顔のせいで、この顔のせいで。何度も申し上げますが、こちらではお客様のご希望には添えませんので。お願いします。どこも断られてここが最後なんです。私を別人にしてください。お金いくらだってあります。だからお願いします。ですが美容整形の範疇では限界が。私生まれ変わりたいんです。このままじゃ生きてたってろくなことない。いつだってこの顔のせいで幸せが逃げていくんです。この顔のせいで、この顔のせいで。秘密を守れますか。え、次回お越しください。こちらです、どうぞ。よろしくお願いします。過去に手術の痕跡なし。はい。え、分かるんですか。何するんですか。静かに。シリコンなし。やめてください。私どこもいじったりしてません。オペは繊細なものだ。いい加減なオペで骨がもろくなっていないか、筋肉の状態どうか正確に把握せずにメスを入れれば命取りになることだってある。必要な触診ですから我慢して。体にもメスは入っていない。無加工の天然ものだ。だからそう言ってるじゃないですか。こんなのただのセクハラです。これから素っ裸のあんたの体を切り刻むんだ。セクハラも何もないだろう。帰ります。こんな怪しげなところに来たのが間違いでした。あんた人生を変えたくてここに来たんじゃないのか。別人になりたい、生まれ変わりたいってどこの医者にも断られて行き場を失ったんだろう。今ここを出て自殺でもする気か。心の動きはすぐ顔に出る。あんたの顔の筋肉、口角下垂筋と口輪筋は正直だ。だって私もう死ぬしか。安心しろ、今あんたにはチャンスが来ている。チャンス？人が生まれ変わるために必要なもの、それは絶望だ。この中の誰になりたいか、好きなものを選べ。え？あんたが望む顔に
生まれ変わらせてやる。私でもこんな綺麗な顔になれるんですか？ああ。だが一度オペをした人間を二度はしない。それが条件だ。費用はいくらかかるんですか？お金は必要ありません。え？手術の報酬はあんたの顔だ。顔って？別人にする代わりにあんたの顔をもらう。もしかしてここにある顔も元は誰かの？フェイスメーカー、噂に聞いたことがあります。東京のどこかに人を別人に生まれ変わらせる美容整形外科医がいるって。私を別人にしてください。お願いします。アメリカ連邦保安局に所属し、連邦承認保護プログラムにより手術を執刀していた美容整形外科医。人に新たな顔を授ける彼を闇の世界ではこう呼んでいる。フェイスメイカー。この番組はデザイニングザフューチャー KDDI の提供でお送りします。これがあんたの新しい顔だ。ありがとうございます。私なんて言われを言っていいか。あ、声が。これだけ骨格が変われば声も変わるさ。あんたの新しい門出の花向けにフランスの哲学者ドゥルーズ・ガタリの言葉をプレゼントしよう。顔を解体する、これは決して些細なことではない。狂気の陥る危険も多分にある。狂気？人は他人の顔を手に入れた瞬間、抑圧された欲望が解放されることもある。顔を変えれば必ずここに影響が出る。この顔に飲み込まれるなってことだ。私前の顔のせいで小さい頃からいじめられて、好きな人もみんないなくなったんです。別人になって幸せになります。今度こそ。どうしてみんなじろじろ私を見るんだろう。もしかして整形したって気づかれてるのかな。ねえねえ、君の目すっげえ可愛いね。整形じゃないですから。は？ねえ、暇だったらさ飲みに行かない？こういうものですが、どこかお店に入ってます？お店？うちはな、今のところよりギャラは2割増するよ。いえいえ、うちは3割増す。すいません。申し訳ありません。私こういうものですけれども、芸能活動にご興味はありませんか？そうか、美人はこうやっていつもみんなから見られたり声をかけられたりしてるんだ。今の私を彼はどんな目で見るんだろう。
待ち合わせ。一歩汚れすよ。俺総和エージェンシーの遠藤、よろしく。南部百貨店とか EL マートとか時和自動車の担当なんだよ。私肩書きでしか自分を語れない男、興味ないの。僕もあいにく理想が高いんだ。でもその理想を全部集めて形にしたら君になる。行こう。ちょっと今日釣り店見てあるからな。前はこんな店連れてきてもらったことなかった。ここのパスタ美味しいんだって。食べていかない？忙しいんだよ、一人で食ってくれ。こんなカレー初めて見た。おい離れて歩けよ、知り合いに見られたらどうすんだよ。顔が変わっただけでこんなに変わるなんて。彼だけじゃない。男が見てるのは中身なんかじゃない、顔だ。ウスは何をしても男の視界にすら入らず、美人は何もしなくても男の注目を集める。私は特権を手に入れたんだ。エビ、ペン作って。ペン？早く。目開けて。これって俺と結婚を前提に付き合ってくれないか。俺ずっとレミのことばっか考えてんだ。俺もレミじゃなきゃダメだ。この人は綺麗になった私のことならずっと愛してくれるかもしれない。平明！お前なんで私と電話出てくれないの？300万ほら用意したのに。何のことだよ。お金ができたら会ってくれるって言ったじゃない。ちょっとやめろよ。もうレミ行こう、こいつ頭おかしい。この人と付き合うためにはお金がかかるなよ。お前何言ってんだよ。この人ギャンブルで作った借金があるの。私この人に500万は使ってる。この人は私じゃなくちゃダメなの。困った時に頼りになるのはお前だけだって言ってくれるの。バカなんか。レミに触んなよ。おい、二度と俺の前に現れねえって約束しろよ。お前聞いてんのか。おい、え、お前聞いてんのかよ。おい、言ってんのよ。やめて。レミ、開けてくれよ。誤解なんだよ。レミ、おいレミ、頼むよ。何を浮かれてたんだろう。レミ、触んなよ。お前の顔見てるとイライラすんだよ。レミ、おいレミ、あの女は私だ。レミ、あいつは開けてくれよ。私を捨てた男なんだ。これだっかよ。もう貯金がなくて500万も渡したし、営業成績上げるためには接待費が足りないんだよ。昇進すればちゃんと元取れるんだからさ。仕事で結果出せないんじゃ結婚まだまだだな。困った時頼れんの佳代子だけなんだよ。頼むよ。分かった、何とかするから。
最初から私はただの金づるだったんだ。分かった、あなたのことを信じる。レミ、新宿の違法カジノに頻繁に出入りしています。ギャンブルの借金はおよそ2000万、ブランド品の買い物、女優やタレントの卵との遊び代で作った借金がおよそ1000万、仕事を餌に無理やり関係を結ばされ泣き寝入りしている子も数名、複数の金づるの女から毎月金を引っ張っています。2億2000万円でここまでの部屋は他ではまず見つかりません。2億2000万、ええ、私すごく気に入っちゃった。恐れ入りますが、今月中に手付金の2200万円をご入金くださいますか。2200、人気物件ですので。私ね、結婚したらああいうところに住むのが憧れだったの。あ、結婚？まだ気が早かったかな。お金もかかっちゃうし。あ、いや、あの、大丈夫、2200万なんとかするから。ひろあき、じゃあ俺寄るとこあるから。この不景気に随分羽振りのいい男だな。先生、どうしたんですか。あんたに伝えることがあってな。どうだ調子は。最高です。こんなにも人生が思い通りになるなんて思わなかったです。先生に手術してもらって本当によかった。話って何ですか。あんたの顔売ったからな。売ったって、私の顔別の人に。あ、待ってください、私の顔どこの誰に。それは答えられないな。俺はただ報告に来ただけだ。わかりました、別にいいです、あんな顔。話はそれだけだ。遠藤君。はい。部長、何か。これ本当なのか。まさか合成ですよ。誰かが僕をはめようとしてるんですよ。
兄さん大きく出たね。うるせえ、こっちは全財産かかってんだ。ジオン、ジオン。トゥブラックイーブン。マンションの手付金今月中に払わないと他の人のものになっちゃうんでしょ。あと2週間だけど。ごめん、ちょっと難しいかも。そうだよね、気にしないで。結婚を遅らせればいいだけだから。あ、いや、あの、絶対マンションを買う。金はあの会社で借りられるから。会社で。ああ、200万円のご入金確認させていただきました。大丈夫？もちろん、これで結婚の準備ができるな。嬉しい、ありがとう。エミ、幸せになろうな。ヒロアキを信じてついていくね。遠藤ヒロアキさんですね。業務上横領の容疑で逮捕状が出ています。取引先の EL マートからの報告費2200万円分を経営実態のない会社に振り込んで着服しましたね。いやあれは会社の指示で。会社からの通報で伺ったんですよ。はい。会社に外部から匿名の情報提供があったんですってさ。おとなしくしなさいよ。レミ、違うんだよ、助けてくれよ。刑事さん、この男はお金のためなら何でもする男です。何人もの女性を騙してお金をむしり取ってるんです。ああ、余罪を調べてこの男に重い罰を与えてください。レミ、なんでそんなこと。これが私の復讐。復讐？わからないでしょうね、あなたには何のことだか。レミ、何言ってんだよ。はい、こいつでした。はい、レミ、おい、返す。はい、おい、レミ、おい、どう違うんだ。レミ、あんたの顔を売ったからな。なんとかやめさせてください。何を。私の顔を売ったことについてはもう何も言いません。でもあんな風に突然目の前に来られたら怖いです。突然来られた。